はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。11時を回って、11時もうすぐあれですね、30分ですから全日経ですね、日経平均はと言いますと325マイナスですね、38,343 と。なぜかですね、円高なんですよね。ちょっと戻しますけど 155.29 ですか。なんでやろうと、いやあれ利上げの織り込みしか考えられないんですけど、今のね日銀ね、こう日銀の政策委員ってね、緩い漏らす人いっぱいいるんです。だからどう、もしかしたらね、来週のですね、まあ会合、ほんまは7月が本命と言われてるんですよ、利上げね。7月本命と言われてますけど、もしかしたらですね、来週やるんかなと。それで本来ね、これね絶対秘密でね、その漏れたらあかんはずなんですけど、なぜか今までのですね日銀会合の政策決定はですね事前に漏れてるんですよ、だいたい2週間ぐらい前にちょうどまだ今1週間、9日前ですからね、来週金曜日ですから、漏れ始めたのかなという感じですね。ほんでそれがですね、利上げになると円高になりますから、それを織り込み始めてるのかなと。意図的に漏らしてる感じがするんですよね、今の日銀、上田日銀が。それかなという感じはしますけどね。それ以外にあんまりですね、円高になるって触れる要素ってないんですけど。ドルがね、利下げになるっていうんだったら、それも円高になるんですけど、そういう話も聞こえてきませんけどね。まあ、アメリカの場合ね、あんまり漏れないんですね。見てるとですね、あんまり漏れない。はい。いきましょうか。日本よりが漏れません。さて、あんまり関係ない中国の話ですね。これは今朝というか、ここに来る途中で見つけた記事ですね。現代ビジネスにこういうのが入ってます。藤井和彦さんですね。習近平に給料半分カットされた国民が爆発寸前。中国経済無策でよみがえるパナソニックを襲ったチャイナリスクの記憶ということでですね。ちょっと読みましょうか。不動産や雇用の分野で改革の突破口が必要だ。習近平国家主席は5月23日に山東省で開かれた座談会でこのように強調した。習氏は27日の共産党中東政治、中東って書いてあるの？中央でしょこれ。また誤植してるやん。ほんまに。中央政治局の集団学習会でも同様の主張を行っている。まあ、ちょっと飛ばしていきますね。あんまりその習近平の、ね、経済政策がうまくいっていないという話ですね。政府が一向に経済を回復させることができないことから、中国では猛烈な賃下げの嵐が吹き荒れている。中国では昨年雇用者の3分の1が給料を減らされた。5月27日ブルームバーグ、そんな記事ありましたっけ。雇用者の3分の1、今年はさらにひどい状況になっているようだ。もう今年もね、半分近く来ましたからね。一時期花形職業と言われてきた銀行員も厳しい状況に置かれている。5月の給料が前月の半分に減額されたケースが相次いでおり、これでは暮らしていけないと若手中心に転職の動きが本格化している。これは5月26日付レコードチャイナ、政府の支援が厚いとされる主要国有企業でも同様だ。特に鉄鋼業界で給与カットと支払いの遅延が急増している。へー、向こうはね、割とね簡単に給料カットとかですね、支払いの遅延あるんですよ。それもね、日本ではほぼないでしょ、それって。大企業、いわゆる国有企業でもやるしですね、極めつけは地方公務員なんですよ。が給与カットされるんですよ。あるいは未払いなんていうのがあるみたいですね。中小企業は悲惨の一語に尽きる。経営者たちは巨額の借金を抱え、生活の基盤である自宅や車を失い、借金返済のためだけに働いていると言っても過言ではない状況だ。まあ、そんな話をこの前大企業にありましたね。40年以上にわたって中国社会の動きをフォローしてきた米ハーバード大学のアンソニー・サイチ教授は、
中国の中間所得層の間でこれほど高いレベルの不満や苛立ちを見聞きしたことがないと指摘している。だが中国政府は表向き平成を装っていると。まあですね、そうですね、はい、ちょっと飛ばしますね。くすぶる火種ということで、習氏への不満は政治エリートから中間層、そして社会全体に広がりつつあることから、中国社会は見かけほど安定しておらず、明日に何らかの異変が起きてもおかしくないとの声も聞こえてくる。私もそう思います。思い返せば2008年のリーマンショック直後も中国は今と同じような雰囲気だった。当時何があったか思い出してみればよい。中国にあるパナソニック工場や諸外国の現地工場で起こった暴動であるが、そんなんあったんですか。いやちょっとそのそれで、パナソニックの工場の話は出てるかな。パナソニックの記憶というのがありますね。当時パナソニック北京工場の日本人トップがリストラに抗議する従業員に取り囲まれ、4時間軟禁されるという事案が発生した。幸い命に別状はなかったが、同様の状態に置かれたドイツ人経営者が命を落とすという悲しい出来事が起きた。そんなことあったん。だが今は16年前より事態が悲惨だと言わざるを得ない。リーマンショック直後の中国経済は政府が講じた大規模施策によって V 字回復を遂げたが、今回はトンネルの出口が全く見えてこないと。まあ、今これね、あの上下あってですね、後編の方に来てます。で、前編の方のですね、トップのアドレス貼っておきますね。最後まで読むとですね、後編はこっちというリンクが貼ってありますんで、はい、あれですね、前編の方を貼っておきます。しかしいつも申し上げている通りですね、明日に何が起こっても不思議はないというのは中国なんですね。でどうもですね、分かりやすくですね、中国人たちの不満の先はですね、習近平に向いてるみたいなんですよ。あいつのせいでとこうなってるわけですよ。まあ、分かりやすいですよね。その習近平に対する批判は一切ですね、封じられていますから、ネット上でも出てくることはありません。でもね、爆発したら爆発しますよ。で、とりあえずあいつを下ろせみたいなですね、そういう動きになってきてですね、反習の動きがですね、露骨になってくるんちゃいますかね、もうちょっとしたら。だってそれ給料カットされたりね、クビになったりとかね、もう半年も給料もらえへんとかね、そういう悲惨な人はですね、かなりの割合でいるんですよ。ここには3分の1って書いてあります。まあ、でも逆に言うと3分の2の人はですね、雇用が安定しているということですね。ただね、3分の1もおかしくなっていればですね、これ暴動水準だと私は思います。なんでですね、やばいなというふうに思いますけどね。ただ何かをきっかけにしないとですね、社会不安が形にはなってこないんで、どこかで暴動が起こったりしてですね、制御不能になるとかですね、野球打ちが起こる。2012年にですね、当時のですね、野田政権がですね、民主党をですね、尖閣諸島を国有化したんですね。そうしたらですね、中国各地でですね、反日暴動が巻き起こってですね、パナソニックの工場とかは放火されました。トヨタの販売店も放火されて、でジャスコにですね、ボートが乱入してですね、品物商品を略奪されると。警察は何もしません。見てるだけです。それが中国という国なんですよ。あの時はですね、敵が日本やったわけですね。分かりやすかった。で別に警察は何もせんでもですね、そのうち満足したボートは収まって家帰っていくわけですよ。でも次反習近平でですね、暴動が起こったらですね、どうなるでしょうね。どこが襲われるんでしょうね。よう分かりませんけど、警察は鎮圧にしようと思う、するんで、最悪ですね、要は銃を発砲すると思うんですね。銃を発砲して鎮圧しようとすると、もうこれは天安門広場になりまして、天安門事件は天安門で起こったんですけど、次のですね、事件は中国各地で起こると思うんですね。
で、それがこう瞬く間にですね、ネットに載るんですけど、こう片っ端から消されていくでしょう。で、消すのが早いから載せるのが早いからってガン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 載せられて、もしかしてですね、最終的に中国はインターネットの全面禁止みたいなんですね、そんな風になっていくんちゃうんかなと私は想像を巡らしてるんですけどね、そうなった場合はね。はい、まあそこまではまだ言ってません。貼っときましょう。現代ビジネス、習近平に給料半分カットされた国民が爆発寸前というタイトルの記事でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。